現代のスロバキアの地図スロバキアの地形図スロバキアの歴史では現在のスロバキアの領土での歴史について説明する。スロバキアで発見された現存する最古の考古学上の遺物は放射性炭素年代測定によりノベーメストなどバーホーム近くで発見された旧石器時代初期の紀元前27万年頃のものであるとされている。 このクラクトン文化様式の道具の発見は、スロバキアに太古に人が居住していた少佐である。旧石器時代中期以降の他の石器は、ボイニツェ近くのプレポシツカ洞窟及び他の近くの場所由来のものである。この時代の最も重要な発見は、スロバキア北部の村の一つ、ガーノフツェ近くで発見された、ネアンデルタール人の頭蓋骨である。考古学者たちは、 この地域で、戦史時代の人類の骨を発見し、同様に多数のグラベット文化の遺物と遺構を、主にニトラ川、フロン川、イペリ川、バーフ川の谷や谷谷里奈付近、また、宮場山脈と共にバヤーラット、イノベック及び、トリベック山脈の裾野においても発見した。最もよく知られた発見には、マンモスの骨で作られた女性の彫像も含まれている。 この小さな像は1940年代にピエシュチャに近くのモラバニナドバーホームにおいて発見された。キプロスの第三期の高高熱性の複足妻の貝殻で作られた多数の首飾りはモラバニジャーコブスカー、ポトコニツェ、フビナ及びラドシナからのものである。これらの調査結果は地中海と中央ヨーロッパとの間で行われていた。 商業公益の最古の証拠である。いくつかの考古学的発掘における道具と焼き物、及び比較的標高の高い北部地域を含む、スロバキア各地に散在する埋葬地の発見は、新石器時代の人類の居住の証拠である。ジェリエゾフツェ、ゲメル及び、武工部産地で発見された焼き物は、顕著な造形と、精密な線形による装飾によって特徴づけられる。 それはまた最初の彩色の試みであった。この意図的な装飾品は発展された新石器時代の職人の美的センスを示している。ような考古学上の発見はかつて居住していた洞窟にもあった。例えば人類は長さほぼ6000メートル、深さ700メートルの有名なドミカ洞窟にも居住していた。この洞窟は ヨーロッパにおける最大の新石器時代の遺跡の一つである。武工部産地からやってきた焼き物を製作した部族は、800年以上に渡り、継続的にドミカ洞窟に居住していた。中央ヨーロッパの新石器時代の繊維は、農業の発展と牧草地の開拓と、局地的段階の最初の金属の精錬、レッツ様式の焼き物と素焼きの笛で、 特徴付けられる。素焼きの笛時代の間、人々はニートリオンスキーラドックにいくつかの要塞化された景観を建設している。新石器時代が始まった時、今日のスロバキアの地理的な位置は貝殻、琥珀、宝石及び武器のような材のための緻密な交易網を担っていた。その結果、そこはヨーロッパの交易システムにおいて重要な拠点となった。 スロバキアの領土での青銅器時代は、紀元前2000年から800年にかけて、発展、拡大の段階を経て進行した。大きな文化的、経済的及び政治的発展は、銅の生産の顕著な発展は、特に中部スロバキアと北西スロバキアにおける銅の生産量の著しい増加によるものと考えられている。銅は、 地域の人口の繁栄の安定的な源泉となった、チャカニとベラティセ文化が消えた後、ルサチア文化の人々は強固で複雑な要塞化した、建造物を拡張した、大きな行政の中心地と、高級的建造物と共にである。ルサチア人のヒルフォートの発掘調査はこの時代の、農業と交易の相当な発展を記録している。 墳墓の豊かさや多様性は著しく増加していた。この時代の居住者たちは、武器、武具、貴金属、食器と彫像を生産していた。トラキアからの部族の到来は、カレンダーベルク文化の人々を滅亡させた。彼らは平原にあった村落や、山頂に位置する要塞にも住んでいた。ハルシュタット文明の君主の権力は、スロバキアにおいては、 スキタイトラキア人とケルト系部族との間の衝突の後の鉄器時代の末期の間に失われた。スキタイトラキア人はスロバキアの河川をたどり南から北へと進出した。ブラチスラバで鋳造されたケルトのコインとそれを模した現代のゴスロバキアコルナ効果。ケルト人の勝利はこの地域の最後の鉄器時代の始まりを指し示していた。 スロバキアに住む二大ケルト系部族はコティニ人とボイイ人である。コティニはおそらく独自あるいはプコフ文化の顕著な部分をなしていた。ケルト人はブラチスラバとリップドフに大きな兵で囲まれたオッピドゥムを造営した。バイアーテックと呼ばれるケルトの王の名前のある銀貨はスロバキアにおいては史上最初の文字の使用の代表例である。 ケルト人の支配は、ゲルマン人の侵略や、ノイジードルコ近くのボイイジーに対してのダキア人の勝利及び、ローマ帝国の拡大によって消滅した。スロバキアにおいて、ローマ時代は6年に始まり、マルコマンに族とクアディ族に対する戦争を導いた、ローマ帝国の軍団のこの地域の到来によって始まった。クアディ人によって屈服させられた蛮族の王国の一つ、 バニウス王国は西部から中央スロバキアに20年から50年に存在していた。ローマとその軍はドナウ川東岸の細い地域と南西スロバキアの大変小さい地域を占領しただけであった。174年のみマルクス・アウレリウス・アントニヌス帝はバー、ニトラとフロンの川の谷へと深く侵入した。フロンの川岸においてこの鉄人皇帝は 自身の哲学的著作、自践録を執筆している。179年に、ローマ軍は、トレンチーン城の岩の上にトレンチーンの昔の名を掘り、ヨーロッパのこの地域における、ローマ帝国の最北端として印をつけた。ランゴバルド国2世紀及び3世紀に、フン族は、中央アジアのステップから離れ始めた。彼らは七十七年には、ドナウ川を渡り、 パンノニアを占領した。そこは彼らが75年の間、西ヨーロッパに向かっての略奪と襲撃の出撃のための拠点にした土地である。451年にアッティラの指揮の下彼らはライン川を渡り、追のためにガリアへと進行した。それからカタロニアの近郊を破壊しながら、ピレネー山脈をも超えている。しかし453年のアッティラの死で、 フン族は姿を消した。フン族の後、5世紀から6世紀に、ゲルマン人のブー族が、パンノニア平原に居住を開始した。東ゴート人、ランゴバルド人、ゲピド人、ヘルウル人である。6世紀の3分の1から、半分もの間に、彼らの諸王国と、その競争が、出来事となった。6世紀、初期のランゴバルド人の国は、 現在のスロバキアの領域を中心にしていた。その後、ランゴバルド人はこの地域から離れ、はじめはパンノニア、それからイタリアへと移動し、そこに11世紀まで続く国を建設した。568年には遊牧民のアバール人が、ドナウ川中流の小王国への彼ら自身の侵略を指揮した。アバール人は、パンノニア平原の定地を占領し、 そこを支配する帝国を樹立した。彼らは何度かの攻撃をビザンツ帝国に対して行っており、ビザンツ皇帝は彼らの攻撃を避けるために定期的に貢ぎ物を送っている。623年、パンノニア西部に暮らすスラブ人の人々はアバールの帝国から離脱した。626年、アバール人とサーサーナサペルシャは共同して、 コンスタンティノポリスを包囲したが、その攻略には失敗した。この失敗の後、アバールの威信と勢力は減少し、パンノニア平原の外側のかつての藩との統制能力を失った。しかし彼らの王国は11世紀まで継続した。主流派の歴史家の多くが、スラブ人の中央及び西部ヨーロッパの居住は6世紀に始まったと示唆している。一定の要素が、 以下のことを証明している。6世紀の始まりまでに、スラブ人の住民がビスワ側、ドニエストル側とドナウ側に、今日のスロバキアとパンノニアとカランタニアを含む広大な地域を石鹸し始めたという事実である。近年の考古学的及び畜語的な資料の解読に基づいて、歴史家と言語学者の少数は、以下のことを有する代替的な理論を発展させてきた。 すなわち、スラブ人の諸部族は、紀元前数千年頃の現れて、ケルトゲルマンの諸部族の運動の中心で、じっとしていた、土着の民族から進化したのではないかというものである。最もよく知られた支持者は、スラブ諸語百科事典の編纂者である、ロシアスラブ及び、ハンガリーの言語学者、オレグニコラエビチ・トゥルバチョフである。彼はこの理論について詳細な著作を表している。 また、古代ギリシャローマの資料は、この地域の一層、古い、スラブ人の存在のありうべき証拠を提供している。例えば、紀元前400年のものとされる、ハリカルナッソスのヘロドトスによる作品の一つの中の、バニーズの出現は、スラブ人の最初の記録であると、彼らは議論している。スラブ人の存在についての言及は、ダイプリニウスとタキトゥスの著作においてもあるという。 160年のクラウディオス・プトレマイオスの著作にあるラテン語でのスーベニーの綴りはスラブ人をスラブ人と特定した最初のものである。8世紀以前のドナウ川中流のスラブ人は現在のスロバキアと北部、西部ハンガリー、モラビア、パンノニア、オーストリアとスロベニアに住んでいたがスロベニという綴りの名を使用していた。近年の調査は スラブ人とケルト人諸部族が北部スロバキアのリプトフスカ、マラ地域の近くのリプトフ地方に共存していた証拠を発見してきた。発掘調査を行う学者たちは6つのケルトスラブのコロニーとその中央にケルトとスラブの儀式のための聖書を有する城の遺構を発見してきた。チェコの考古学者 J ポーラックの最新の調査結果によればスラブ人諸部族は ゲルマン人の区、アディ人とも共存していた。この二つの競合する理論は、必ずしもどちらかを排除するものではない。623年のアバールアセ国に対しての、スラブ人の反乱が成功した後、ドナウ川中流に住む、スラブ人の一部が、サモウによって急合された。631年、サモは、 フランク王国のダゴベルト一世の軍をボガスティスブルクの戦い破った。最初のスラブ人の政権として知られるサモの帝国は建国者が665年に没すると消滅しアバールアセ国に再び平凡された。プリビナ政権下のニトラ公国800年頃のヨーロッパ670年代にグリフィンとテンドリル文化を持った人々がパンノニア平原に現れ、 短い間の後に、アバールはその半島を、ウィーンボンチの向こうまで拡大することができた。しかし、同時代の考古学上の発見は、例、ブラトニツァの身分の高い人物の成功な墓は、また、後に大モラビア中核となる領域における、スラブ人の支配階級の形成を指摘している。南部スロバキアより、向こうのアバールの優位は、フランク王国のカール大帝が、 ドナウ川北部に住むスラブ人の助けによってアバンアールを破る803年まで続いた。フランク王国はこの時ついにスラブ人を取り込むことになった。文書記録に基づいたニトラ公国に関する情報は870年頃のバイエルン・カタランニア知事の2つの記載事項に記録されているのみである。それにもかかわらず9世紀初めの10年間は パンノニア平原の北西部のスラブ人はニトラを拠点と、スルブ族長の支配下に置かれていた。9世紀には、この都市周辺の居住地の広範囲のネットワークは、発展していた。9世紀初め、この政権は、現在のスロバキアの領土の北西部に位置していた。828年頃、大司教のザルツブルクのアダルラムが、 ニトラバニニトラ公国の君主プリビナのための教会を封建した。833年にモラビア公もイミール一世がプリビナを放築した。プリビナはラトボード博の下に行った。博はカロリング町フランク王国のオストマルクを統治しており、そこではプリビナは東フランク王国の総主権の下のシタパンノニア公国とバラトン湖に流れ込むザラ川の 近く地に位置するブラトノグラードの首都の統治者になった。プリビナが放築されていた時期に、少なくとも3つのニトラの城が破壊されたと、発掘調査で明らかになっている。スバトプルクの地世期に、最も拡大したモラビア王国の半島。9世紀の中央ヨーロッパ。東フランク王国は青、第1次ブルガリア帝国は大色、ダスティスラフ王チオの大モラビア王国は、 緑色で示している。緑色の線で囲った部分は、スボトプルク一世セ幼稚園の大モラビア王国の半途。休合されたスラブ人諸部族がドナウ川北に居住した830年頃に大モラビアは交流し、この地域での優位を拡大した。846年にモラビア港もイミール一世が東。 フランクの王の優位から離脱する努力をしたとき、ルードビヒにせよは彼を退けて、王座につくようモイミール一世の老いのラスティスラフを支援した。新しい王権は独自路線を追求した。855年のフランク王国の攻撃を止めた後、新王は、領内でのフランク王国の僧侶の伝道を弱体化させる方法を探した。ラティスラフは、 ビザンツ帝国のミカエル三世に、スラブ語に、キリスト教を翻訳する教師の派遣を要請した。ラティスラフの要請を受けて、863年に、ビザンツの公式の伝道師、セイキリルとメトディオス兄弟がモラビアに来訪した。二人は、最初のスラブ語のアルファベット、グラゴル文字を発展させて、福音書を、教会スラブ語に翻訳した。 ラティスラフはまた国家の防衛と統治に不信した。国中にある数々の要塞化された城は、彼の知性に造営されたものであり、その中には、フランク王国の年代記によって、ラティスラフとの関係が言及されるものもある。彼の知性に、ニトラ王国は、彼の甥いのスバトプリックに放置として与えられた。870年、この反逆的な公は自身とフランク王国と、 追放した王子と同盟を結んだ。先代と同様に、スバトプルク一世は王の称号を自称した。彼の知性には、大モラビア帝国は、その半島の拡大が、最大に達していた。この時には、現在のモラビアとスロバキアのみならず、現在の北部、及び中央ハンガリー、ゲオーストリア、ボヘミア、シレジア、ルサチア、南部ポーランド、 北部セルビアをもこの帝国に属していた。しかし彼の藩との正確な境界は未だに現代の歴史家によって議論されているスバトプルクはまた反遊牧のハンガリー諸部族とブルガリア帝国の攻撃に耐えた。しかしながら彼は東フランク王国に対する戦いの時においてはハンガリー人を傭兵に雇った。880年に教皇ヨハネス8世が 大主教の聖メトディウスをその長とする独立した教区を大モラビアに設置した。彼はまた、ドイツ人聖職者のビティニングをニトラの主教に任命した。894年のスバトプルク王の死後、その息子もイミール二世とスバトプルク二世は、大モラビア王位とニトラ行位をそれぞれ継承した。ところが、彼らは、帝国全体の支配をめぐり争いを開始した。 帝国は東フランク王国との絶え間ない攻防戦とよるものと同様に国内の紛争によっても弱体化し大モラビアは周辺の領域のほとんどを失うことになったその頃ハンガリー諸部族は遊牧民のペチェネグ人からの打撃に苦しんできたのでカルパチア山脈の東の半島を離れパンノニア平原を侵略し896年 ゴロにはその領域を徐々に占領していった。ハンガリー諸部族の軍隊の進展は、当該地域の統治者が、ハンガリー諸部族の闘争に介入するために、彼らを傭兵に雇った地域の国々の間での戦争の継続によって推進された。モイミール2世とスバトプルク2世の両方ともおそらく、 904年から907年の間のハンガリー諸部族との間の戦闘で死亡したと考えられる。なぜならば彼らの名は906年の文書資料には言及されていないからである。ブレザラウスプルク近郊での3つの戦闘においてハンガリー人はバイエルン人軍を引き入れた。歴史家は伝統的にこの年を大モラビア帝国の崩壊と位置づける。 大モラビアは後世に今なお残る遺産を中央及び東ヨーロッパに残した。グラゴル文字とその後継文字であるキリル文字は他のスラブ人諸国に伝播しその文化的発展において新たな道を引いた。大モラビアの統治機構はハンガリー王国の統治機構の発展に影響を与えたかもしれない。九十五年から九百二年の間ハンガリー人は 徐々に、パンノニア平原におけるケニーを及ぼしていった。しかし、現在の資料の中には大モラビアが、跡形もなく、姿を消し、その住民が、後に現れた、ブルガール人、クロアチア人とハンガリー人の勝利の後に、彼らのために、モラビア人がいなくなったことに言及しているが、考古学調査と地名学では、西カルパティア山脈の川の谷のスラブ人の集団との、 連続性を示唆している。地名学は以下のことを証明しているであろう。他に、スラブ人とハンガリー人との混血した人々と、スラブ語の山々の谷に住む人々が居住していた頃、繁栄牧のハンガリー人が、今日のスロバキアのある西パンノニア平原を石見した、ことである。10世紀の間、大モラビアに対しての文献の作成さえなされたし、 考古学上の発見はまた大モラビアの身分の高い一族の生き残りについても言及しているらしい。他方、ハンガリー王国の初期の歴史の年代記は、ハンガリー人の指導者あるいは移民の公営たる著名な高貴な王族を記録し、彼らは大モラビアとは一切結びつかない。例えば、ホントパーズマーニュ部族について、現代の学者は彼らが大モラビアの起源の可能性が、 あるとしているが、彼らは、経済指紋によって、新生ローマ帝国のスワビア公国から王国に10世紀後期に到来したと記録されている。現在のスロバキアの領土は、10世紀初期に徐々に発展しつつある国家に統合されるようになった。ハンガリー人の諸行は、ハンガリー諸部族の指導者の不バが、ニトラとジトバ周辺の支配を掲示したと記しているが、その一方で、 フン族とハンガリー人の諸行、W. ヘスタ・ハノラム。イハンガーラムは、もう一つの指導者レーヘルは、ガルボック、フロベックの周辺に居住するようになり、ハンガリー人のモラビア人に対する勝利の後、彼はニトラにとどまるようになった。現代のシカはまた北西パンノニアが、ハンガリー諸部族の一つによって占拠されたと主張している。 899年から970年の間、ハンガリー人はしばしば現在のイタリアと東フランク王国、西フランク王国とヒスパニア及びビザンツ帝国の土地への領域に対しての襲撃を実施した。このような活動は西へは955年のレヒ川でのレヒフェルトの戦いまで継続された。神聖ローマ皇帝夫一世はハンガリー軍を壊滅せしめた。 ビザンツ帝国への襲撃は970年に終焉した。917年からハンガリー人は複数の領域に対する襲撃を同時に言っており、それが部族連合内の確立された指揮系統の崩壊を証明しているかもしれない。資料は連合内の少なくとも3つ、最大5つの部族集団の存在を証明している。そしてそれらのただ一つが、 パンノニア平原西部を統治していたアールパードに直接指導されていた。後のハンガリー王国の発展はガラム川の西、現在のスロバキアの領土にまで半島を拡大したゲーザ公の知性の間に始まった。彼は972年に洗礼を受けたものの、彼は確信してキリスト教徒になったわけではなかった。 997年に後を継ぐ彼の息子イシュトバーン一世とは対照的にである。鹿の中には、イシュトバーン一世は、バイエルン公女、ギーゼラとの結婚の後に、父から淵としてニトラ公国を賜ったと主張している。ゲーザ大公が皇居した時、アールパード・朝の王族の一人で、イキ徒トのコッパーニュが、継承権を主張したが、イシュトバーンは、 ヒギーゼラのドイツ人の家来の支援によって、これを打倒した。スロバキアミニオーの一つは、イシュトバーン王は、ビナのあたりでは、スロバキアの選手の助けによって、異教の敵を倒すことができたのだと歌っている。この勝利の後、イシュトバーンは、ローマ教皇シルエステス2世から王冠を受け、1000年か1001年に、彼は、初代ハンガリー国王イシュトバーン1世として、退官したのである。 ハンガリー王国は、かつての大モラビア王国の国家組織の要素を統合した。他方、歴史家たちはこのことに対して、コンセンサスを取るに至っていない。王国内の、統治の基礎単位の構成は、ブルガリア帝国やドイツ、モラビアなど、外国のものを踏襲したのか、ハンガリー内部の刷新なのかは未だに、議論されているのは、その一例である。イシュトバーン一世が、 ハンガリー王国に設置した白犬のうちは少なくとも8つの白犬が現在のスロバキアの領土に含まれている。すなわち、アバウイ、ボルショド、エステルゴム、ホント、コマールの、ニトラ、バルシオよびゼンプレーンはおそらく彼によって設置された。現在のスロバキアの領土の北部、北東部のほとんど人が住んでいなかった領域は王の私有林となった。 イシュトバーン一世はまた、複数の教区を王国内に設置した。11世紀には、現在のスロバキアの領土は、エステルゴムヒロツカサ教区とその下のエゲル教区に分割されていた。1003年のポーランドの一部としてのスロバキア1003年、頃か1015年頃、ポーランド王国のボレスワフ一世は、現在のスロバキアの領土である、モラバガワイ島の土地を獲得した。 しかし、イシュトバーン一世は1018年に、これら領地を奪還した。イシュトバーン一世が報ずると、王国は王冠をめぐる国内の紛争に巻き込まれた。そして神聖ローマ皇帝のハインリヒ三世もまた、闘争に介入した。1042年に、ハインリヒ三世は、今日のスロバキアの一部である、フロンガワイトを獲得し、 それらを、イシュトバーン一世のいとこのベーラ一世に与えた。しかし、皇帝の軍が撤退した後、アバシャーム・エル王の軍がこれらを奪還した。1048年に、国王アンドラーシュ一世は、王国の三分の一を彼の兄弟のベーラ公に、譲渡した。公国の領域はニトラとビハルを中心としていた。以後60年もの間、王国の三分の一公国は、 アールパード王家の王族、ラースロー公ランペルト公及びアールモーシ公によって王国とは別個に統治されてきた王は王の優位を容認した。しかし彼らの中には新生ローマ帝国やボヘミア王国のような隣国の統治者と同盟と王冠を得るために王に対して反乱を起こす者もいた。王国の三分の一公国の歴史は1107年に終わりを告げた。 この時、文人王、カールマーンが、弟であるアールモシコの聖地巡礼の留守に乗じて、その領地を占領したのである。アールモシコは王国に帰還した時に、神聖ローマ皇帝ハインリヒ五世の軍事的支援によって、給料の回復を図ったが、失敗し、現状が課せられ、三分の一公国の王領への併合による消滅が確定した。 実定の広告の占領後、カール・マーンは3番目の主教区、ニトラ主教区を、現在のスロバキアを設置した。王国の領地の統治は11世紀から13世紀に、徐々に発展してきた。新しい白剣は、既存の白剣の分割あるいはポジョニュ条件、トレンチエーン条件、ゲメル条件及びノーグラード条件の北へと、 その半島を拡大した王国の中央の白剣によって創設された。その間に王の死有林はゾヨ読条件とシャーロシュ条件を取り巻く森林条件に組織された。ハンガリー王国の北部の植民はこの時期に継続された。この頃スラブ人、ハンガリー人、ドイツ人、ワロン人らがほとんど人のいない土地に居住したのである。現代の文書は モラビアとボヘミアから現在のスロバキアへの移住を記している。一方、北部や東部ではポーランド人やルーシ人が移住した。王の特権は発展しつつある地方の貴族の家門の中にスラブ人を起源としている者がいたことを証明している。ドイツ人移民は13世紀前半までに複数の都市及びバンスカーシュチャブニツァに移住した。セペシュ地域の移民はもともと ハンガリー人、スラブ人に発祥し、1240年からワロン人が到来し、ドイツ人がそれらと一緒になった。現在のスロバキアの領土は金、銀、銅、鉄及び塩という鉱物が豊富であり、工業が次第に発展していった。工業と商業の発展はいくつかの集落の地位を強化し、それらは王から特権を賜ることになった。最初の都市特権は、 現在のスロバキアのトルナバ、オーバルシュとシェルメツバーニアに授与された。特権都市の住民は主にドイツ人の植民都市を起源としていたが、ハンガリー人とスラブ人市民もまた居住していた。現在のスロバキアのいくつかの都市のユダヤ人の存在は、少なくとも13世紀から記録されている。ユダヤ人の特別な地位は1251年のベーラ4世の 検証に確認されている。しかし、地方の教会会議の決定は彼らの活動を制限した。ミトラのイスラム教徒は、また同様の制限に直面しなければならなかった。彼らは13世紀の終わりには姿を消した。モンゴル帝国の侵略は、セペシュ城のような強固な城塞の建造をもたらした。1241年に、モンゴル帝国は、 王国の北西部を侵略し、いくつかの要塞は攻撃に抵抗した。1242年のモンゴル軍の撤退の後、複数の城が、ベーラ4世の直令で建築あるいは強化された。彼はまた、複数の都市、ニトラ、バンスカービストリツァ及び、ゲルニツァに対しての都市特権の需要政策を継続した。彼の知性の間、新しい、 ドイツ人移民がスピッシュに移住し、1271年にイシュトバーン5世によって都市特権を授与された。13世紀最後の10年間は王室と貴族の複数の集団内部の不和によって特徴づけられる。王権の弱体化といくつかの有力貴族の勃興は統治機構の変化をもたらした。王の統治の基礎単位であった白権は次第に 地方貴族の自治的な統治単位に変化していった。しかし、地方貴族は、過等性の登場を止めることはできなかった。M、トンウェ CSK とアバーマデーが統治する地域王国へのモンゴルの侵略の後、領主たちの間で競争が始まった。彼らのそれぞれが、王の許可を受けてあるいは受けずに、城塞の建築に努めた。競争は、 貴族間の文化の過程を開始させた。城を造営できるほどの貴族は、隣の領主に影響を及ぼすことができるからである。王族間の紛争はまた貴族の権力を強化させ、王国に1290年代に、有力な貴族たちによって統治される八つの広大な、両方を形成させる結果となった。現在のスロバキアでは、 城のほとんどは二つのハンガリー人有力貴族とチャーク、マーテーとその後継者が所有していた。1301年のアールパード王朝の滅亡の後、彼らの両方が王権の元の一つに従うふりをした。しかし実際は、彼らはその領地を独自に統治していた。アバーマデーは、ゲンツを本拠に、現在のスロバキア東部を統治していた。彼は、 1311年、滑車場の難問にて、ハンガリー・アンジュアーアッサのカーロイ・ローベルトの死角によって、殺された。チャーク・マーテーは、トレンチェーンを本拠にした、現在のスロバキア西部の事実上の統治者であった。彼は、滑車に対して殺害されたアバーマデーの息子と、同盟した。しかし、カーロイ一世は、反対派に対しての大いのグビを投与し、軍事的支援を落としと、 国王軍に与え、彼を1312年のバトル・オブ・ローズ・ゴーニー、ロシャナベに手だとした。ところが北西部の白剣は1321年に彼が死ぬ時まで残った。この時に国王軍は抵抗なき彼のかつての居城を占領した。ポジョニュ条件は1301年から1328年のカーロイ一世の再占領まで、 事実上、オーストリア港によって統治されていた。20年の長い期間の反対派と、領主貴族に対する闘争の後、カーロイ一世は王国の中央の権力を強化した。彼は、商業的合意を、ボヘミア王ヨハン・ホンルクセンブルクと、ポーランド王カジミエッシュ三世と1335年に、妥結した。これは、カッシャからクラクフ及びジョルナからブルノへの、 商業ルートにおける交易を発展させるものであった。王は、セペシュの24のザクセン人の都市の特権の確認し、エペルイエシュの特別な権利を強化し、ソモルノクに特権を授与した。現在のスロバキアの都市はすでに、ドイツ人市民によって支配されていた。ところが、W、プリビレジウムプロスレービスは、富裕な都市の 建国を特に認証している。国王ライオシュ一世は、スラブ人に、ジョルナの自治評議会議席の半分を与えた。都市の多くは、自由都市として認められ、それら諸都市は1441年の、身分制議会に議員を派遣する権利を与えられた。14世紀の最初の半世紀は、かつての、森林条件の地域の人口は増加し、その領域は、 現在のスロバキア北部にあるアールバリプ島、トゥローツ、ジョーヨムのような新しい城県を形成した。セペシュ地域では住民のいくつかの構成者が特権を賜った。24のザクセン人の都市は自律的な城県を形成し、セペシュ条件の独立と銃のランスを有する、貴族たちは特に自律的な行政単位、席を組織した。 1412年に新生ローマ皇帝、ジギスムントは13のザクセン人都市を、ポーランドオブアディスワフ2世に与えた。そのため事実上、これら都市は1769年までポーランドに属していた。1320年代から、現在のスロバキアのほとんどの土地は、王が所有していたが、聖職者と貴族、 セントジェルジ家及びセーチェーニ家なども、また領土内に財産を保有していた。1385年の12月、ジギスムントミカド、後の、ハンガリー王、ジグモンドはその時ハンガリーのマーリア城の王廃で、あったが、現在のスロバキアの領土である、バーグ川一世を、いとこのヨープストとモラビア公をプロコプに差し出した。前者は、 彼の領土を1389年まで保有し、後者は1405年まで、領地のいくらかの統治を維持することができた。ジグモンド王は、その知性において、広大な領地を彼の後継者に与えた。彼の最小の一人であった、ポーランドのシティボリチ・シティボルは、バーフ川周辺に銃の城を持っていることから、自分自身を、バーフ全域の王と称していた。 アルベルト一世の崩御の後、王位をめぐって、後継者間で内戦が勃発した。エルジェーベト王大号は、現在のスロバキアの複数の都市を占拠した、ヤンイスクラ率いる、チェコ人傭兵を雇い、1462年に、ヤンが、マーチャーシュ一世王に降伏するまで、そのほとんどを維持した。1550年頃の王領ハンガリーと、東ハンガリー王国。灰色の部分が、 王領ハンガリーであり、現在のスロバキアの大半も含まれている。1572年頃の中央ヨーロッパ。紫の地域がハプスブルク帝国。青の地域が王領ハンガリー。ピンクの地域がクロアチア。水色の地域がオスマン帝国。薄緑地域がオスマン帝国総主化の広告。1683年頃の中央ヨーロッパ。紫の地域が ハプスブルック帝国、青の地域が、王領ハンガリー、ピンクの地域がクロアチア。水色の地域が、オスマン帝国、薄緑地域が、オスマン帝国総主下の広告。1526年のモハーチの戦いの後、スレーマに一世率いるオスマン帝国は、かつてのハンガリー王国の中央部を征服し、複数のオスマン帝国の属州をそこに設置した。トランシルバニアは、 オスマン帝国総主下のトランシルバニア公国になり、ここに1601年から1711年の期間のハンガリー貴族に引きられたハンハップスブルクの反乱の拠点が誕生した。かつてのハンガリー帝国の残り、そこには現在のスロバキアの領土の大半、現在のハンガリー北部、北部、クロアチア及び現在のブルゲンラントはオスマン帝国の征服に抵抗し、すぐに、 ハプスブルク帝国の属州となった。ハンガリー王国と知られるようにして残された。しかし現代の歴史家は、これを、王領、ハンガリーと呼び、もっぱら、トランシルバニア公国を正当なハンガリーの継承国家とみなしている。オーストリア大公のフェルディナーンド一世が、ハンガリー王に選ばれた。1541年のオスマン帝国のブダの征服以後は、 ポジョニュが1536年から1784年、もしくは1848年の期間、ハプスブルクはさ、ハンガリー王国の首都、大冠式開催都市となった。1526年から1830年まで、ハプスブルクの19人の君主は、ハンガリー国王として、大冠式をセーマールトン大聖堂で執り行った。オスマン帝国の侵略につれて、 ハンガリー王によって統治されていたかつての領地が、ほぼ二世紀の間に、主要なトルコ戦争の舞台となった。この地域は、オスマン帝国の拡大に対する、ハプスブルク帝国の防衛のための役割を大いに、担わされた。領地は、住民の地と財で賄われたでなく、金や銀といった、天然資源の実質すべての喪失によってもな、かなわれた。 それは、フード病との代償の高くつく困難な戦いにも、費やされるようになった。加えて、いくつかの地域での二重徴税が状態化し、地方の都市の減少した人々の生活水準を、さらに悪化させた。オスマン帝国の統治の間、現在のスロバキアの領土の一部は、ブディニエアレト、エイリエアレト、ウイバルエアレトとして知られる属州に含まれた。 現在のスロバキアにあるウイバルにウイバルエアレトの統治の中心があった。17世紀の2番目の半世紀にオスマン帝国の勢力はハプスブルクアサハンガリーの東部に広がりテケリームレが率いるオスマン帝国の創始家のトランシルバニア公国が創設された。1686年のブダからのオスマン帝国の撤退以後同志がハプスブルクアサ ハンガリー王国の首都となった。ハンガリー王国、ハプスブルク帝国及びオスマン帝国元での数世紀のあたる生活にも、かかわらず、スロバキアの人々は独自の言語と文化を維持しつつ、継承した。モラビアの画家、アルフォンス・ミューシャ、スラブ女ジ,ジシの一枚。本作が制作された時期には、スラブ民族は、複数の中小国家を得ることなり、ハンスラブ主義は、 時代遅れとなっていた。18世紀の間、スロバキアの民族運動が出現したが、それは、部分的に、スロバキアの人々の間の国民意識の感覚の、育成の目的とともに、広範なハンスラブ主義により引き起こされたものであった。主にスロバキアの宗教指導によって進められつつ、この運動は19世紀の間に発展していった。同時に、この運動は、 カトリックローセンと分かれ、いくつかのグループは、ありふれた戦略から言語学に至るすべてのことについて、異なる見方を有していた。特に、1867年以後ハンガリー人の統制が厳格に残され、運動はハンガリー化政策によって制約された。1780年代のアントンベルのラークによる、スロバキア言語の最初の辞書は、 西部スロバキアの方言を元にしている。それは主にカトリックの知識人によってサポートされた。ナジソンバトの中心とともに、ルター派の知識人はチェコ語のスロバキア語された形態の使用を継続した。特に、ヤーン・コラールとパベル・ヨセフ・シャファリクは全スラブ民族の連合を強調する反スラブ主義のコンセプトの支持者であった。彼らは単一国家を構成している。 チェコ人とスロバキア人のことを考え、どちらの言語にも近い言語を作り出そうとした。1840年代、リュドビート・シュトゥールが中央スロバキア由来の方言をもとにした言語を発展させたため、プロテスタントは分裂した。彼の後継者は、スロバキアのアイデンティティと言語の独自性を分離した。シュトゥールのまとめた言語は、複数の変更の後、 1847年にカトリックトルター派に承認された。それが公式なスロバキア語として今に残る。1850年のハプスブルク朝ハンガリーの北部の地図。現在のスロバキアの領土を中心を管轄した軍区が示されている。1848年のハンガリー革命においてスロバキア民族主義の指導者らは オーストリア帝国内部のハンガリー王国からの分離を推進するためにオーストリア側に着いた。スロバキア国民会議はハンガリー革命政府に対するオーストリアの軍事遠征に対して支援の用意さえしたのである。1848年の9月には占領された領域において短命な行政府を組織した。ところがスロバキア軍は後に ウィーン宮廷によって解散させられたのである。他方で、現在のスロバキアの領土の、スータのスロバキア人らによる、義勇軍の何文化は、ハンガリー軍と戦った。ハンガリー革命への打倒後は、ハンガリーの政治的エリートは、オーストリア当局に敷いたげられ、革命の参加者の多くは処刑、東国あるいは強制移住された。1850年ハンガリー王国の5つの軍区と、 属州への分割によって、それらの二つは、現在のスロバキアの領土に、行政上の中心を有していた。すなわち、ポジョニュカンクとカッシャカンクである。オーストリア当局は領州を1860年に廃止した。スロバキアの政治的エリートは、民族の目標へ推進するために、 ウィーン宮廷の新絶対主義の時代と伝統的なハンガリーのエリートの弱みを利用した。トゥルツザンクトマルティンはスロバキアの民族主義運動の第一の中心となった。それはマチサスロベンスカー全国文化協会、スロバキア国立美術館及びスロバキア国民党の設立によってである。オーストリア・ハンガリー二重帝国成立以降運動の高まりは 1867年に突然終わりを迎えた。この年、中央ヨーロッパのハプスブルク家領は、オーストリアとハンガリーの妥協の結果として、オーストリア帝国とハンガリー王国の二重帝国へと憲法を改正したのである。現在のスロバキアの領土は、ハンスラブ主義、分離主義を呼び、1848年のハンガリー革命に対する態度などが元で、 スロバキア人エリートに不信感を持つハンガリー人の政治エリートによって二重帝国のハンガリー王国に組み入れられた。マティカはハンスラブ主義的分離主義で取り締まられたし、1875年には当局によって解散させられた。また他のスロバキアの団体も同じ運命を共にした。民族的及び政治的な営みの兆しは19世紀の終わりに現れた。 スロバキアは戦いにおいて、共にしてきた対象と同盟を結ぶことが必要である、ことを知ったのである。この認識の一つの結果、すなわち1895年に、ブダペストで開催された、ハンガリー王国非抑圧人民会議、政府を警告した。スロバキア民族の戦いにおいて、スロバキア民族は、チェコ人から、多くの支援を受けてきた。 1896年、チェコスロバキア相互同盟が、チェコスロバキアの協力関係の強化とスロバキアのハンガリー王国からの離脱の支援のために、プラハで結成された。20世紀の初頭、政治的及び社会的な営みの民主化の慎重は、君主制を圧倒する脅威となった。普通選挙のための呼びかけは主要なスローガンとなった。ハンガリー王国において、 住民の5%のみが投票できた。スロバキア人は代表民主制に向かう時代の潮流において民族の抑圧の緩和と新たな政治活動へ突破口を見出した。20世紀の初頭のスロバキアの政治的拠点は異なった二党派に散らばった。スロバキア国民党の指導者はマルチンを拠点にし、スロバキアの恩恵のなる国際情勢の変化を期待した。 また彼らは大きなストアをロシア帝国によって置かれていた。アンドレイフリンカ神父に率いられたスロバキアの政治家のカトリックの党派はスロバキアの公衆の中の少数の活動家に戦争前に焦点を絞りスロバキア人民党と名付けた政治団体を結成した。雑誌、声周辺の自由主義的なインテリは同様の政治的な路線を追随したが チェコスロバキア協力関係に対する重要性に一層接続した。独立のスロバキア社会民主党は1905年に出現した。フランツ・フェルディナント大公によって計画されたオーストリア・ハンガリー連邦の地図。スロバキアは連邦を構成する一つの州として示されている。スロバキア人はいくつかの結果を達成した。 それらの中で最大の一つは1906年の選挙によって起きた。この時、民族弾圧は継続されていたにもかかわらず、7人のスロバキア人が議会の議席を獲得した。この成功は政府を警戒させ、スロバキア人が抑圧的政策だと認識する事柄が増加した。ハンガリー化政策はアポニアルベルト伯爵にちなんだアポニ法として知られる。 新教育法によって頂点を迎えていた。この新しい法律はハンガリー語教育を内容の一つとして明文化しており、義務教育の骨格において、私立の4年生の初等学校のカリキュラムにおいても含まれなければならなかった。これは私立学校が国家の補助を受けるための条件でもあった。15人のスロバキア人が ロージャヘジュ近郊のチェルノーバの新しい教会の剣道式の場での暴動で殺害された時に民族間の緊張は高まった。地域住民は人気のあった聖職者で民族主義的政治家アンドレー・フリンカに新しい教会を剣道式を取り行って欲しかった。しかしパルビー主教はカノン法によりスロバキア系 カノン法学者であるアントン・クリムスキーとの接続と指名を拒否した。彼はかつて奉仕のためのロージャヘッジュの小教区司祭であった。全員がスロバキア系である地方憲兵は憲兵に護衛された司祭の車両を攻撃した400人のボートの群衆の中で15人の抗議者を射殺した。これら全てはスロバキアのハンガリー支配からの離反と抵抗に 付け加えられ、事件は、オーストリア・ハンガリー二重帝国に反対する、プロパガンダキャンペーンのトピックとなった。第一次世界大戦以前、スロバキアの自治の理想は、スロバキアのジャーナリストで、政治家のミラン・ホッジャの支援を伴った、フランツ・フェルディナント大公の王国の連邦化計画となった。この最後の、スロバキアとオーストリア・ハンガリー帝国を結びつける、 現実的な試みは、フェレンツ・フェルディナー大公の暗殺によって水報に返した。1928年のチェコスロバキア第一次世界大戦第一次世界大戦勃発後、スロバキア人は二重帝国から離脱し、チェコ人と共に独立共和国を創設することを具現化させることとなった。その決定は国外のスロバキア人から起こった。 アメリカ合衆国のスロバキア人、特に大きなグループは、大規模な組織を結成した。これらと、ロシア帝国や、他の中立国の組織は、チェコスロバキア共和国の構想を持ち帰った。スロバキア人はこれらの運動を支援した。当時、最も重要なスロバキアの代表者で、スロバキア系フランス人の組織のミラン・シュテファーニクは、フランスの将軍として軍務についており、 パリを拠点に、チェコスロバキア国民評議会の代表者を指導していた。本国でのすべての政治的集団の代表者を含む、政治的代表は、当初はやや躊躇したものの、マサリク、ベネシュとシュテファーニクの活動を支援した。戦争の間、ハンガリー当局は、スロバキア人への弾圧を倍増させた、スロバキア地域の住民の間の民族主義運動は、阻まれた。 厳しい検閲にもかかわらず、チェコスロバキア国家建設に対する海外の運動の報道はスロバキアにもたらされた。第一次世界大戦の間、オーストリア・ハンガリー二重帝国の中のチェコとスロバキアと他の民族主義集団は、海外のチェコ人、スロバキア人から独立国家のための運動に多くの支援を得た。戦争の最後の不穏な年、 散発的な抗議活動がスロバキアで起きた。1918年5月1日にリプトフスキー・ミクラーシェにて政治家によって秘密集会が開催された。オーストリア・ハンガリー二重帝国崩壊大戦の末期にオーストリア・ハンガリー二重帝国は崩壊した。プラハの国民評議会10月28日にチェコスロバキア独立共和国を布告し2日後に マーチンのスロバキア国民評議会はプラハでの布告に加盟した。新しい共和国はチェコ国とスロバキアとカルパトウクライナを含んでいた。新国家は議会制民主主義を採用し首都はプラハであった。1919年の5月から6月のハンガリー赤軍の反撃の結果、チェコ軍は今のスロバキアの中央から東部から退却し、そこには プレショフを首都に、スロバキアソビエト共和国という短命な傀儡国家が設立された。しかし、ハンガリー軍は攻撃を停止し、後に三国協商の外交的介入で、部隊は撤退させられた。1920年に調印されたトリアノン条約によって、パリ講和会議は、 チェコスロバキアの南の国境を戦略的経済的に理由によってスロバキアとハンガリーの言語協会よりもっと南に設定した。これによりすべてあるいはほとんどのハンガリー系住民地域はチェコスロバキアに含まれた。1910年の国勢調査によればハンガリーの官僚によって調査されてきた。 現在のスロバキア領土の人口は291万4143人で168万8413人がスロバキア語話者であり、88万1320人がハンガリー語話者であり、19万8405人がドイツ語話者であり、1千三3387人がルテニア、ウクライナ語話者で4万2618人がその他の話者であった。 加えて、カルパトウクライナ、当時チェコスロバキアに含まれた地域は1910年のハンガリー政府による国勢調査では、人口は60万5942人であり33万10がルテニア、ウクライナ語話者であり、18万5433人がハンガリー語話者であり、6万4257人がドイツ語話者であり1万1668人が ルーマニア語話者であり、6346人が、スロバキア語話者であり、8228が、その他の話者である。1930年のチェコスロバキアの国勢調査では、スロバキアの人口は325万4189人であり、222万4982人が、スロバキア人であり、58万5434人が、ハンガリー人であり、 15万4821人がドイツ人であり、12万926人人がチェコ人であり、9万5359人がルテニア、ウクライナ人であり、7万2666人がその他であった。チェコスロバキア建国後スロバキア、チェコスロバキア国家においてチェコの後人を廃していたは、隣のチェコとは多くの重要な方面で異なっていた。 スロバキアはチェコよりも農業地域である一方で工業化は進んでいなかったし、チェコ人が宗教を信奉する可能性がそれほどなかったのに、スロバキア人の多くがローマカトリック教会信徒であった。スロバキア人は総じてチェコより自治による教育や経験がなかった。これら不均衡はプラハの中央集権的な政府の統制によってなされ、 新国家建設とともに、スロバキア人の間に不満を作り出すことになる。チェコスロバキアは、中東王の中で1918年から1938年まで、議会制民主主義を維持したが、この生態は、軍事的な問題に直面し続けたし、それら問題のほとんどは、国内のドイツ人と関係している。新しいスロバキアの知識人の多数は、 スロバキアの自治を求めた。自治への運動は1920年からそれが最高潮に達する1939年まで徐々に築かれていった。両大戦間期、チェコスロバキア政府はスロバキアの工業化を試みた。これらの試みは部分的には1930年代の世界恐慌のため成功を収めなかった。チェコ人による経済的 政治的支配に対するスロバキア人の怒りは第一共和国への不満のそして独立への支持を増加させたスロバキア人の多くはチェコとスロバキアの平等と大幅な自治を求めるアンドレーフ・リンカやヨゼフ・ティソに加わったウィン裁定によるスロバキアの領土の喪失1938年9月フランス、イタリア、イギリスとナチスドイツはミュンヘン会議で ミュンヘン協定を決定し、それによってチェコスロバキアは、ズレーデン地域として知られる、ドイツ人居住地域をドイツに活用した。11月第1次委員裁定によって、イタリアとドイツはチェコスロバキアに、南部スロバキアの主に、ハンガリー人が居住している地域をハンガリーに、活用するように強制した。10月に、 ドイツがチェコとスロバキアの指導者へなされた、領土的要求は、ズデーデンだけという公式な宣言にもかかわらず、実行された。1939年3月14日、スロバキアは、独立を宣言し、外交と徐々に、内政も、ナチスドイツの影響下に入ることになる中央の、名目上の独立国になった。ヨゼフティソは、首相に後に大統領になった。 3月15日、ナチスドイツは、ミュンヘン協定以降に残っていたボヘミア、モラビアとシレジアに侵攻した。ドイツ人はこの地域に、米面命令保護領として知られる保護領を設立した。同日に、カルパトウクライナは、カルパトウクライナとして、独立を宣言した。しかし、ハンガリーがすぐに侵攻し、カルパトウクライナ共和国を併合した。3月23日には、 ハンガリーは今のスロバキア東部の領土とされる地域を占領した。これはスロバキア・ハンガリー戦争を引き起こした。1941年のティソ政権下の独立スロバキア保護国の独立スロバキアは第二次世界大戦の初めの年を相対的平和な状態でくぐり抜けた。数軸国の一つとしてスロバキアは1939年にドイツと共に ポーランドに侵攻した。この貢献は、ドイツの戦争の努力においては、象徴的だったが、参加した兵力は、スロバキアの人口比に対して特段のものではなかった。独立後すぐに、ヨゼフティソの権威主義的な政府の下で、国内の9万人のユダヤ人を目的とした一連の政策が開始された。W、ハリンカ、スガードは、ユダヤ人を攻撃し、 ユダヤ人法が1941年に可決された。同法はニュルンベルク法に似ており、ユダヤ人に黄色の腕章の着用を義務付けるものでありユダヤ人は結婚や多くの職業から追放された。スロバキア議会は1942年5月にユダヤ人の国外追放の法案を受け入れ、全会一致で同法案を可決した。この法案に反対票を投じたのが、 スロバキアでは少数派のハンガリー人のエステル・ハージアーノシュだというの記録は興味深いものかもしれない。1942年3月から10月の間、スロバキアはおよそ5万7千人のユダヤ人のドイツ、占領下のポーランドに強制送還し、そこではユダヤ人のほぼ全員が殺された。残る2万4千人の強制送還は強行施設が、 スロバキア大統領にドイツ当局はスロバキアから強制送還されたユダヤ人を殺していることを伝えると取りやめになった。しかし1944年のスロバキア国民放棄の後のドイツ軍のスロバキア占領後12,600人以上のユダヤ人がドイツ軍によって強制送還された。この時のユダヤ人のおよそ半分は強制収容所で殺された。 1>, 1万人ほどのスロバキアのユダヤ人の生存者は地域住民にかくまわれ、6000人から7000人のユダヤ人はスロバキア当局の公的な保護を受けた。1944年8月29日、6万人のスロバキア軍と1万8000人のバルチザンがナチスに対して放棄した。彼らは様々な地下組織とチェコスロバキア亡命政府によって組織されていた。 この暴動は後にスロバキア国民放棄として知られるようになる。スロバキアは激しいドイツの反撃と占領によって荒廃したが、ゲリラ戦は組織的なレジスタンスが終わった後も継続した。最終的にはドイツ軍がこれらを鎮圧したが、この放棄はスロバキア人にとって歴史的に重要な事件となった。スロバキアが連合軍に貢献した国の一つとして、 戦争を終戦を迎えたことを許されたからである。1944年の後、ソビエトの攻撃は激化した。それゆえ、ルーマニア軍に支援された赤軍は、ドイツ軍をスロバキア領内から駆逐した。1945年4月4日、ソ連軍はスロバキアの首都ブラチスラバに入場した。1945年、 第二次世界大戦の終結によってチェコスロバキアは再建された。しかし、ルテニア地方はソ連に割上され、領土的には縮小した。また、ベネシュ政令によって戦前300万人が居住していたドイツ系住民が追放され、ハンガリー系住民も住民交換で国外に去り、ユダヤ人やロマはナツスのホロコーストによって激減し、 他民族性は失われた。1946年の総選挙で、スロバキアにおいて民主党が、チェコでは、チェコスロバキア共産党が勝利を収めた。1948年の2月の政変で、共産党の支配が確立し、ソ連の衛生国となった。強固な共産主義者の統制はこの国の第二次、世界大戦後の40年を形作り、 アレクサンデル・ドゥプチェクが、チェコスロバキア共産党中央委員書記長就任後の1968年の、プラハの春と呼ばれる、短い自由化の時期を阻んだ。ドゥプチェクは、人間の顔をした、社会主義という現実のために努力し、政治、社会、経済分野の改革を提案した。ドゥプチェクはあまりに遠くに行ってしまったという、 ワルシャワ条約機構加盟国の間での危惧が、ソ連、ハンガリー、ブルガリア、東ドイツ、ポーランド軍による1968年の8月21日のチェコスロバキア侵攻と占領を導いた。1969年4月に、グスターフ・フサークがドゥプチェクに代わって、共産党の指導者になった。1969年から1990年の、 チェコスロバキア1970年代と1980年代は正常化の時期として知られ、この頃には1968年のソ連の侵攻への謝罪がチェコスロバキアにとってソ連の体制にでき得る最善の反対行動とされ、そのソ連の保守的な体制を予防した。政治的、社会的、経済的には停滞した。改革運動の中心はプラハにあったため、 スロバキアは、正常化をチェコほど強く経験しなかった。事実、スロバキア共和国は1970年代と1980年代に、チェコ共和国より、相対的に高い経済成長を、比較的に遂げた。1970年代は、また反体制運動が見られた時期であり、特に、チェコ共和国おいてはである。 1977年1月1日に250人以上の人権活動家が検証77に署名し、そこにはチェコスロバキア政府が人権を守る義務を果たすことに失敗していると批判がされていた。パメートナタブラナブラティスロベカムネームスティー SNP1989 年11月17日、ビロード革命として知られる一連の抗議運動が、 始まり、チェコスロバキアでの共産党支配の終焉を導いた。同年12月には、暫定政府が結成され、1948年以来の、初めてのチェコスロバキアにおける自由選挙が1990年6月に行われた。1992年に新連邦憲法が、スロバキアの自治問題で袋工事に陥った。1992年の後半、同意が、 チェコスロバキア解体に対して平和裏に現れた。1993年1月チェコ共和国とスロバキア共和国のいずれもが同時に、そして平和的にその存在を明示した。両国家は直ちにアメリカ合衆国とヨーロッパ周辺諸国からの承認を得た。ビロード革命の後の数日、検証77と他のグループは、 市民フォーラムを結成するために連合し、官僚的な改革と市民の自由を擁護する参加のグループになった。その指導者で、議局化で反体制派のバーツラフ・ハベルが、1989年の12月のチェコスロバキア大統領選挙に当選した。スロバキアの市民フォーラム、暴力に反対する公衆は、同じ理念を表明した。 1990年の6月の選挙では市民フォーラムと暴力に反対する公衆は自滑り的勝利を収めた。ところが市民フォーラムと暴力に反対する公衆は彼らが共産党支配に最も反対的な集団だったのにもかかわらず彼らは政党として比較的低い影響力を確立していた。1992年の選挙において 新しい政党の連続体が、両方の市民フォーラムと暴力に反対する講習を代表するようになった。ブラチスラバの中心的ビジネス街の一つ、ムリンス営2尾通り1992年6月に選挙が行われ、バーツラフ・クラウスのチェコ経済、改革プラットフォーム市民民主党が、チェコで勝利した、自治の公平性のアピールを基礎にする。 ブラジミル・メチアルの民主スロバキア運動が、スロバキアの有力政党として台頭してきた。メチアルとクラウスは交渉し、チェコスロバキアの解体に合意した。メチアルの政党は、スロバキア独立から5年間、不信任投票が出され、ヨーゼフ・モラブチクの改革政府が運営していた1994年の9ヶ月間を除いては、第一党であった。 初代スロバキア大統領はミハルコバチであり、スロバキアを東欧のスイスにすると約束した。最初の首相はウラジーミル・メチアルであり彼は1992年のチェコスロバキア時代からスロバキア地区の首相職を務めていた。ルドルフ・シュスターは1999年の大統領選挙に当選した。 ミクラーシュズリンが率いる連合によって1998年の議会選挙の後の与野党交代の前に申し立てによるとメチある潤敬意主義的政府は民主的規範と法による支配に違反していた。第一次、ズリンダ政権は多くのスロバキアを OECD に加盟できるような政治的経済的改革を行い EU との加盟交渉に接近し、NATO には 加盟に立候補した。しかし、与党の人気は、急速に低下した。複数の新政党が現れた。これら新政党は、世論調査では、高い支持率を持っていた。メチアルは HZDS の指導者の地位にとどまり、HZDS は、第一次、ズリンダ政権期には、野党として20%、時にはそれ以上もの支持率を維持した。 2002年9月の選挙で、シズシのうねりで、ズリンダ首相のスロバキア民主キリスト教連合が彼に、政権、第2期を委ねた。彼は3つの異なる、中道右派政党ハンガリー連合党、ザキリスト教民主運動都心市民同盟へと、連立した。連立政権は、議会で過半数を占めた。政府は、強力に、NATO と EU 統合を支援し、 第一次政権で始まった民主的で自由市場的傾向を継続することを表明した。新しい連立政権は最優先課題に海外投資の誘致、高度な医療システムのような社会福祉改革となとうと EU への参加を認めてもらうことがあった。ウラジーミル・メチアルの民主スロバキア運動は1998年の選挙では27%の支持を受け、 2002年の選挙では19.5%野党には HZDS、社会党と共産党が含まれ共産党の支持者は6%であった。当初、スロバキアは近代的な市場経済の発展はチェコよりも難しいと言われていた。スロバキアは2004年3月2日に NATO に加盟し2004年5月1日に EU に加盟した。 スロバキアは2005年10月10日に国連安保理の非常任理事国に二度目に選ばれた。2006年の6月1日に選挙があり、左翼の社会党が29.14%の得票率で勝利し、スロータのスロバキア国民党とメチアルのスロバキア民主運動と連立した。野党には、かつての与党、SDK、SMK と KDH が含まれる。 ありがとうございます。